はですね、名古屋さん新製品の、はい、おさおかけ玉の上の再シリーズについてちょっとご説明いただきたいと思いますが、はい、お願いします。まあ、今前山さんに持っていただいているのが、はい、総塗りタイプですね。はい、総塗りタイプ、はいはい、でこっちが口巻きタイプ で、はい、で今両方ともこれはあの小じまい用小じまいタイプですね、はい、ですから1本で使うとまあ7尺から、はい、で一応最長に一番長い状態にすると、はい、まあ18尺まで、はい、特に単柱尺を中心にされる方はこの小じまい小じまいです、はいはい、でこれとこれはデザインの違いっていう形ですね。そうですね、これとこれでね長さ的には寸法は同じなんで、はいはい、まあ好みはいはいそうですね、で選んでもらって縦系がいいかちょっとこうケミカル系がいいか、はい、いいかってことですね、はい、でこの、口巻きの方に関しては、はい、日本物あ日本物、ね、はい長尺用がありますんで、はい、そちらになると長尺は25尺まではなるほど、はい、乗っかるわけですね、はい、まあ実際に管理継ぎは、はい、なんかの短冊の時は、まあ、十分小じまいの、はい、小じまいに対応できますし、はい、でちょっとノズリって、うん長い方はっていう方は日本物その日本物のね、はい、日本物になるとこれが3継ぎじゃなくて4継ぎになるんですね。4継ぎになります。じゃあもっとこう細かくいろいろセッティングそうですね、はいはい、で玉の絵なんですけど、はい、今下に置いちゃってますけど玉の絵、はいはい、ですね、はいはい、総塗りの方は、はい、一本物一本物ですね、はい、ちょっと長めの一本物でこうそうですね、高いところ使える感じでね、はいはい、で口巻きタイプの方は、はい日本物になってます。日本物なんですね、はい、これは名前でどういう風に使えばいいですか。基本的には僕管理継ぎ刃なんか一本物でいいと思うんですけど、はい、この今日なんかは、管理継ぎ刃はこんな感じで、ね、そうですね使ってもらうで、はい、やっぱりノズリ刃、はい長尺使う時とか、はい、そういう時は日本物にしてもらう。なるほど、はい、今さっき一本物で今度は日本物になると、はい、日本物になるとかなり長くなるんですね、はい、追い継ぎなんですね。はい追い継ぎです、はい。日本物になるとこんな感じで長くなるんですね。で、まあ実際に30尺とか長尺になると、はい、なかなか寄ってこないね。長い方がいいんで、はいはい、あとヘラ台でノズリでね、そうですね台なんかでやるときにはやっぱりこっちの方が使いやすい、はい、いいと思います、はいはい、そう1本でまあ両方使えるとそうですね、はいはい、ですから、まあ竿の長さによって竿掛けも選んでいただいて、はい、で玉の絵も、はいまあ、日本物この長さあれば、はい、大体は対応できると思いますので、そうですね、はい、わかりました。さらにですね、台輪の竿掛けとか玉の絵っていうのは、はい、基本的にこの径が一緒なんですね。そうですね、はい、ですからざっくばらんに言うとこの同じ万力で両方ともなるほど対応が効きます、はい、ということは一回合わせた万力を持っていただければ、はいまあ、長さを変えたりとか、はい、ちょっと今日はデザイン変えようかなみたいな時も、はい、こう入れ替えられる大丈夫ですということで、はい、じゃあ一回台輪のこのカーボンのね、はい、竿掛けシリーズ使っていただければ、はい、ずっといろんなバリエーションで楽しめるってことですね。そうですね、はい、じゃあちょっとこの辺の形でね、まあ新しい再シリーズ、そうですね、デザイン、はい、仕様いろいろ変わってますんで、はいはいこれからまたよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。